さあこれはさあ折り絵結構ね瀬戸が苦手っぽいんですよね。全体的にあまり折り絵使いがいい顔してないんで、この組み合わせはやはり瀬戸が結構いける組み合わせなんではないかという、やはり期待値でキャラ差がつくっていうのがあるので、柔らかいのはでかいですね。落としてしまう。さあまず折り絵ターンが取れない、小足が置いてある。さあわざわざアメリカから来たんだから勝ちたい褒め折り絵、ここ落としてしまう。展開は早いが中段が当たる。スラここで置き攻めが始まる。しかし西が当たらず。さあ暴れ潰しが結構折り絵は能力高いんで、あまり上なことすると端から逃げれない。ここも熱波を選ばないといけないのだが、スラがぶっ刺さる。思い切ったスラ。さあ状況は、まあ、ゲージが溜まっていないんですが、折り絵であれば、さあ瀬戸暴れ潰しが入っている。ここは隙間に差し込まれる。かかとジャンプロックシーが漏れたか。さあ、あーっとソードより速いのはダッシュ越え。さあ折り合いも出ていない、前に来る。さあ隙間に2。さあ置き攻めで状況作っていく。さあ入れ替わっていた。表裏で瀬戸のターン。これは瀬戸が切り分けば殺せるか。ギリギリか、まだ生きている。コメガット状況、向きが上がらなかったようですね。さあ最初ラウンド、ここはゲージが溜まっていない。さあ暴れ潰しは兼ねている。デロフ、おっと 2C。 さあこれはまずい状況だが、ベロフ中は出ない。さあしかしスパイアー硬直が少ないので半角入れづらいんですね。だけどコメッシュは焦ったのか。さあいやベロフ連打。さあジャンプから入れ込んだダメージは2200。ジャンプへガードしている。分かっている。コメしっかりカウンターで取っていく。ホームの連打勝利。右に折り左に割れという感じで勝ち上がってきてますね。ちゃんと線引いてますこれ。何やってるんですか、線引くのするすぎなんですよ。今店員さんのせいで対戦相手を間違えたようですね。実は欧州一等さん対クロススピードさんということなのに、赤線引いてなかったので別の人と別の人を対戦しちゃいましたね。これはどうなんですかね。バカウォーミングアップになっちゃうね。これいいの、もうじゃあもう一回やる。じゃあ押しとが復活権与えられたんで、トーナメント用のミスということで復活しました。じゃあもう一回、クロススピード対、瀬戸ね、押し一投。さあフラグここでだけどクロススピードさんが勝てばまた話は変わってくれますよね。応援してあげないとダメじゃないですかね。さあ譲り合った瀬戸。さあさっきなんかいっぱい倒して130万を突破していたクロスピードですが、僕中級者で勝てるようになったよと言ってましたね。さあクロスピードの中での中級者の ラインはどこにあるか僕よくわかんないですけれども、さあ精神集中。中級者大会優勝するらしい。そうですね、初中級者大会に優勝したいクロスピード。さあ対する王将一刀。よーし覚悟なさい。さあ復活権を得た王将一刀だが、ここは勝ちに行きたい。せっかくは生き残されたのでここは勝ちたいが、譲れは結構ねきついんですよ瀬戸側が。甘えるとすぐバッテリーぶっ刺しちゃう。ここはいい状況作っている。クロスピード、まずは体力4割奪って、抜刀が怖い。さあこれはキャンセルできるのでやはり怖い。
ガードが間に合う。さあクロスフィーズさんのあのバット近距離すぎてマジ怖いですね。ここで 5C 当たって 6C 当たっているので、投げている、これ確定している。さあ置き攻め、余計なことすると割り込まれるが、ここはベロフガードしている。さあゲージを吐かした上にこれは殺せるが、さあクロスピー、さすがいつも通り殺せない。さあここから負けるのはクロスピードか。さあ脳内では多分そういうコンボじゃなかったのかもしれないが、アドリブがとっさに浮かばない。さあ体力がじわじわ迫っている。さあ2A2A、さあやはりクロスピード、おっとしかし 2A こすってる。そういうゲームじゃねえから。さあラウンド2 いいじゃないですかね。さあそういうゲームじゃないが、 2A 当たって状況作っていく。お見合い投げ、カウンターになっている。さあいいタイミングで投げ成立した模様だ。先ほどと同じ状況で一気に体力が4割、空中ガードバト。さあ2、わあこれ拾えるぞ。さあしっかりしている 2C、 相打ちから 2C ベルフ。さあ瀬戸は一応二択ができるキャラなので非常に怖いが、投げて、さあ5シーン、これ痛い、指導が痛い、しかしコンボはできない。あーここはジャンプ 2C だったらね地上に与えられたんですが、ジャンプ B を出してしまう。さあもうバレている。さあディレイ小足に刺さって 1C、 危ない、 2段目だけ当たるが状況 OK。 そうしっかり半額入れて、さあ毎回1回触るだけで最上奪っていくのがユズリア。このバットは良くない場合、カウンターディレイかけている。暴れ潰しになって、中段は立ったが投げが見えない。 2B が入って、さああと1回だがチャンス、ベロフが荒らされている。さっきの状況を作られてしまい、ユズリハ敗北。じゃあもう一回ですか。じゃあもう一回です、連戦です。というわけで米対王将一刀、2回やるっていうのは結構フラグあるんですよね。俺もどっかの大会の時にボタン効かなくなって再生したら負けたんで、勝ったのに。サムサイスピリッツとかいうゲームでしたが、残念ながらこのゲームはアンダーナイトいます。さあ2回目、今度は勝ちに行きたい欧州筆頭だが、コメ氏はなぜ2回やらないといけないのか的な感じ。中段ガード投げて足中段、さあ暴れ潰しが入った、カウンターになっている。さあコントは素晴らしい状況を作っている。投げてまた入れ替える。さあ手前に動こうとしたところに小足が当たって、ついに折り江のターンだが投げを抜ける。これはガーッと小足は届かず、さあ届かせる、これは指導が痛い。さあオーダー指導ははっきり言って4000超えるレベルなので状況を作っていく。さあ中段が見えない、ここはコンボ落とさなければ勝利するが、さあ米取り返す、一気に体力を奪ってラウンド2だが、ハンター、あゆっくり前を詰めて端に連れていったのは瀬戸。おーっと行かったところに置いてるがベルフ、あれ後ろ受け身すれば逃げたんじゃないですかね。
さあラッシュはガードして、ここは CS、 しかし壊しコンボミス、オーダーには護衛、壊し、さあ俺は結構火力高いので、うわー届かず、さあベルフ一瞬読んだような動き、さあ中段が待っている、これはさあコスパキャンできずカウンターヒットしている、これは米が2連勝、さあ米氏結果変わらず、じゃあそこですねじたい、俺ネジ、さあ早いもんでもうベスト4決定戦かな、うん、さあ、渡辺社長ワレンシュタイン VS ネジさんのカーマイン、さあこれまずは幸先のいいスタート、シールドを割っていく、さあここでカーマインのラッシュも始まっていく、さあボニョンがヒットして、さあやりたい放題のカワインがここで投げを割り込んでいく、下に CS 散ってボディープレスで締めていく、さあここはベイロフ入って、さあ少しグリッドゲージを回収していく、さあベイロフを延長して、さあここは車輪が置き攻めになって、さあ投げは入らない、さあボディープレスから使用して、さああと何か刺されば終わりというところでグリッドも割って1本取っていく、さあ岩が出てくる前に割り込んでいく、さらに車輪で置き攻めして、さあ画面端まで追い詰めたカーマインは強い、ガシゲダンも入って、さあ置いていたがその前に投げている、投げが決まって、ここは CS がジャンシーが入って、ゲージも CS もある、最後バックドロップかまして、バレンシュタインの勝利、お次は、ヒロドゥさん、ガシさん、その矮小な体でよく頑張ったと褒めてやる、だが戦いのパワーこそが全て、ワレン対ヒルダですが、ちょっと遠距離中間距離の部が悪いのが、まあワレンだが走り行った時一気にまあ7ぐらいつけてくるので、やはりワレンが有利か、ただ触るまでがちょっと厳しいぐらいですかね、ワレン使いは有利フレームをどれだけヒルダにぶつけて画面足から逃がさないかが重要ですね、やはりどんどん離れていくので、そして中段が他のキャラよりちょっと早く当たってしまうのですぐ立たないといけないのがこの組み合わせ、さあこうなると前に行くまでが非常に時間かかる、ゆっくりやらないといけない、相手は残儀戦みたいな試合を強いられる、バッチン、さあ橋の攻防がわからないと全部暴れになって捨ててしまう、さあガシさんゆっくり前詰めていく、今のは 5B が早出しで確定だったら、
さあ、それはシールドしてしまうと割れてしまい、さあこれは画面足にまた連れていくのはワレン、ダッシュコマ投げ、これは見えない。さあゆっくり前に詰めていく。この前詰めに何を考えているかを常に読みながら動かないといけないのがヒルだ。常に上を見ながら行きたいとこ、これは拾えず割れてしまう。さあしかしまた画面足になってしまうので状況を作らないといけない。5B からやーっとディレイジャンプ B なら繋がったが、これはシールド逃げていく。さあシャワー中段届かない。今のは波動詰めが確定していた。中段まだワンチャンスある。